暇ゆうちゃんもお暇？元気してる？起きてくれてありがとう。今日からですね、くたちゃんとみおちゃんの、まあ主にみおちゃんですね、増量計画を始めたいと思います。わー、まあ、ちょっとみおちゃんの体重が少ないかなという感じでして、こたさんも微妙に増やしてもいいかなぐらいなんですけど、で今朝と夜2回に分けてご飯をあげているんですが、そのみゆちゃんのご飯の量が結構ギリギリでして、今あげてる量プラス 1g 以上増やしちゃうと、その食べれたとしてもその後しばらくしたら戻しちゃうみたいな量を今あげてる状態なんですね。なのでちょっとみゆちゃんのご飯をこれ以上増やすのは今難しい感じでして、ガニガニするの？動物病院の先生に相談したところ、じゃあ朝昼晩3回に分けてご飯あげましょうかっていうことだったので、まあみゆちゃんはちょっと多めに、こたさんは少なめに、これから3回食にしていきたいと思いますね。少し増やしましょうね、体重ね。早速準備します。お腹すいた？ご飯食べる？そうだよね、今ってなるよね。ご飯食べる？嬉しい嬉しい、すごい回ってる。いつもの時間より回りましたね。おー、すごいすごい。じゃあ準備します。じゃあ遊んどく？遊んどきますか。じゃあ行くよ。よし。みゆちゃん見てるだけ。程度なのですごい少ないですけど、5粒 2.5g ぐらいですね。でみやちゃんはこたちよりはちょっと多めに、いきなりすごい増やしてもあれなので少しずつ、まあ、今日は 6g 弱ぐらいにして、まあ、細かく様子を見ながら最終的な量を決めたいと思います。準備できたよ、ご飯だよ。おいでー、もう一個だ。はい、ちょっとご飯だよー。あ、ソーリー、サイカ、待て、いくよー。よし。今日少ないですが、カツでいっぱい出てくるからね。夕飯は別だからね。みゆちゃんもちょっとずつから確認しながらやっていきたいです。では座り、みゆちゃん座りは変な時間だね。待て。よし、お、出てきた。みゆちゃんいっぱい動くからね。じゃあこの後数時間休憩したらまたお散歩行きましょうね。